延期のことは誰でもできるってやっぱ言い張って、最後まで付き合いできるかどうかがやっぱり人としての付き合いやっていうのを俊介さんに教えてもらったし、俊介さんがいつやったかな、朝の4時か5時ぐらいに電話かけてきて、俊介さんって人はあんまり電話しはらへんのよ、基本メールなんや、なんか電話で喋るのが嫌いでメールをしてくる人 でそんな人が朝4時ぐらいに電話かけてくるのびっくりして、でどうしたんですかって言ったら、東お前の店明日空いてるかって言われて、で六本木の店ですかって、そうやつ、ああもちろん空いてますって、ちょっと個室開けといてくれ、深夜12時から2時間ぐらいって、え何があったんですかって言ったら、いや俺の相方の龍介が死んだよと、で今連絡来たんです、で俺は同期の連中らと一緒に忍ぶ会じゃないけど龍介を魚にしてみんなで酒飲んで、龍介ああやったなこうやったって話をしたいねと、誰にも邪魔されたくないから個室貸してくれって言われたから、いやもちろんですって言った。でその後新助さんから、今日今沖縄におんねんけどこれから始発で東京に戻るから、今日感謝祭の収録やから、お前感謝祭の収録から付き合ってくれって言われたから、俺は新助さんの家を迎えに行って一緒に感謝祭の現場 TBS に入って、新助さんの収録を終わるのもあって、で終わってからうちの店に新助さんを連れて、で新助さんがうちの店に当時の同期やった大木響さん、太平三郎さん、オール巨人さんと小枝さんもいたかな、でそれでうちの個室使って、で森蔵一本一生日出てくれとか一生日渡して、まあ入ってこんといてくれと、俺だけで楽しむから、でええかやから、あもちろんです、で俺そのまま部屋に入れてその個室以外のとこにいて、まあ新助さんが終わるの待ってたら、マネージャーさんから電話かかってきて、新助まだいますかそちらにっていうか、ああ多分中で話されてると思います、僕は中にいないんでって言ったら、いや実は今日一緒に出てた演者の方が全員打ち上げ会場で新助さんお待ちしてるんですと、でできれば戻ってきてほしいって言ってるんですけど戻れなさそうですかねって言われたから、えそれ伝えた方がいいですかって言ったら伝えてくださいって言われたんで、俺は個室に入ったら、まあ、みんなちょっと泣きながら話してて、で俺しんすけさんに、いや実はマネージャーさんが電話でこうこうこうで言ってるんですけどどうしましょうって言ったら、いやそれは戻ろうと、もう俺はもう子供っきりいっぱい話したからそっちもそっちで行かなあかんから戻ろうかと、じゃあここで解散しよう、で東お前だけ付き合ってくれって言われたから、あ分かりましたって、でもう一本森井戸の一生日くれって言われた、あ分かりましたって私これみんなのお土産で持っていくわって、でそのまま赤坂の打ち上げ会場行ったら、まあ、今田さんとか感謝祭に出た芸人さんから女性タレントさんからみんないて、であとしんすけさん来て、うわーって、それしんすけさんすごいなと思うのは多分めっちゃ悲しかったやろうし、いろんなこともあったやろうけど、もうずっと笑って盛り上げて自分が中心にやっていく中でバーってやってはってんけど、その時に急に一人の人が来られたタレントが、で誰かというと松本人志さんで、松本人志さんなんか感謝祭出てないしもちろん、でしんすけさんが、お前なんでこんなとこに急に来てん、お前番組にも出てないしどないしてんの、たら、いや今日兄さんが龍介兄さんが亡くなって絶対寂しいし悲しいやろなと思ったら僕そばにいようと思って来ましてんって言われた時に、しんすけさんが初めてみんなの前で泣いて、まああれを見た時にこんな温かい人おらんなって俺思って、もちろん松本さんにも感動したし、でそれを見て今田さんが、これが大阪吉本やって、これでこんだけ熱いのぞ俺らはって周りに来てる他の人に言ってはったのをめっちゃ覚えてて、だからそういったことも含めてやっぱしんすけさんって人はやっぱりみんなにすごい愛されてるなと思ってるし、だから別にしんすけさんが反社会勢力とご飯行ったからって何かがあったからって別にあの人がじゃあ何かしたわけじゃないやんって俺は思ってるし、そんなことはテレビ見てる人も絶対思ってると思う。でも矢面にさらされたことによってただ見てるだけの人、それによってしんすけさんのイメージを悪く思った人もいっぱいいると思う。でもあの人はそこをブレずに男気で、僕が責任持って全部やめますって言ったことは僕がもうほんまに拍手やったし、かっこいいなと思って、